チュース透明さん、こんにちは。ウィナーズのアサスです。今日は堀越賀源さんにお邪魔させていただいております。あ、お先に失礼いたします。本日何をさせていただくかというと、こちらの、お二人、実は堀越賀源の練習中に僕らをね、ご指導してくださった、もうお二人で、もうこれはね、ぜひともチャンネルに出ていただきたいなと思って、この企画をしましょう。2対2のガチンと勝負。なんか見たことあるな。同じじゃないか。それはそちらね、一緒に戦ったけど、今回もうここで、ここで、はい、わかります。こういうこと。そうなんですよ、大丈夫。何が弱そうだけど。いやチョコだよ。名前チョコだよ。チョコ甘いから、全然甘いから。チョコって大丈夫だよね。大丈夫。大丈夫です。2対2、3点選手で参りさせていただきたいと思います。そしてカメラの後ろには審判のアイチャンネルです。女神こっちチームでーす。こっちチーム、あーやばいでーす。早速ね、試合参りさせていただきたいと思います。それではやっていきましょう。シャイビナーズマネージャーのアイです。ほらチョコ、立ち位置甘いんじゃないの。チョコ甘いじゃないの。終わっちゃうよ。大丈夫そう。ちょい剥がしよ。モブキャラみたいな走りやめて。耐えてる耐えてる。アザスアザス耐えてるよ。サンキューでーす。トコサンキュー。4つ甘いな、ごめん。まあこれが取れたからな。だってどうだよ、こっからが2-2からが面白い展開よ。よし出してこい。全然チョコのせいに。めっちゃ
でもさ、はい、いい勝負だったよね、俺らバチバチで。いい勝負でした、めっちゃいい勝負。そっちもすごく食いついてきたもんね。負けねえよっていう、一個。うん、ね、あいちゃんもさ、見てて、どっちのプレーなんか熱かったの？どっちも熱かった。どっちもじゃなくて。だって。こっちチョコいるんだぜ。どっちが良かったの、結局。っていうよりかは、まあ、この高校生軍団2人が結構バチバチしててよかったかなって。この試合の鍵を握ったのはこの2人かなって。ちょっと大人の2人が休んでるところが見受けられて、なんかサボってんなって。結果、堀越サッカー部勝ちやすい。そうですね。ということで、はい、やっぱり持ちつ持たれつはもう変わらないということでね。もう皆さんも今後ともね、堀越学園の、投稿何卒ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。します本日ご出演してくださった光次郎愛ちゃんのチャンネル登録高評価激励を何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。そして当チャンネルのチャンネル登録高評価叱咤激励切り抜きまとめ天才何卒よろしくお願い申し上げます。お願いします。それでは失礼いたします。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。こちらがウィナーズの最新の動画となっており、そしてこちらが、私の一押しする、チャンネルの動画でございます。両チャンネルとも何卒チャンネル登録ご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。じゃあのー